ほんと、先生には驚かされっぱなしっていうか、振り回されっぱなしっていうか。お祝いしてくれてありがとう。あと誕生日が何回来たら、そばにいた時にお似合いって思ってもらえるのかな。別に何も変なことは考えてないけど、何よそんなにじっと見つめてるのよ。牛乳なら1リットル飲んでる。仕方なく毎日毎日毎日ね。ほんと、先生には驚かされっぱなしっていうか、振り回されっぱなしっていうか。ん？何をそんなじっと見てるわけ？ねえ、まさかまた変なこと考えてないでしょうね。私は先生のおもちゃじゃないんだから。いい加減やめないと本当に怒るよ。いや、もう別に心の底から嫌ってわけじゃないけどいつかこうやって隣に堂々と並んで歩ける日が。いや、もう別に心の底から嫌ってわけじゃないけど。